バレーボールのネーションズリーグ NL 男子ファイナルラウンドの3位決定戦が23日、日本時間24日、ニポーランドのグダニスクで行われ、世界ランキング6位の日本が同3位のイタリアをフルセットの激闘の末に3対2で破り、大会史上初の銅メダルを獲得した。歓喜のシーンを捉えた動画をバレーボール専門メディアが公開。感動の声とともに、 映り込んだおちゃめな選手の様子に注目したツイッター上の日本人ファンから、おもろ、かわいすぎ、といった声が上がっている。動画、おもろ、かわいすぎ、銅メダルを確定させたバレー男子日本代表、歓喜の輪の外で3選手が大はしゃぎした実際の動画最後はエースが決めた。相手が打ち切れず、チャンスボールが返ってきた日本はセッターの関田正弘がレフトにとす。 石川祐希の豪快なアタックはブロックアウトとなり、日本の勝利が決まった。石川を中心にコート中央で控え選手たちも一緒になって歓喜の輪が広がり、ベンチのフィリップ・ブラン監督とスタッフが抱き合い、喜びをかみしめた。そんな光景の中、選手たちの輪から離れたところで喜び合う高橋愛と大塚達義みを宮浦健人が突き飛ばすようにして大はしゃぎ。 高橋と大塚はもんどり打ってコートに倒れ込んだが、笑顔は変わらず。宮浦は歓喜の輪に加わっていった。スイスのバレーボール専門メディア、バレーボールワールド、公式ツイッターは日本が歴史を作った。結城石川と日本チームがついに14年ぶりに国際大会でメダルを取った。首相の結城が最後の得点を奪った。と綴って動画を公開。日本人ファンから日本語で、 歴史的瞬間見れた、感動をありがとう。など感激のコメントが上がる一方で、抱き合ってる達乱。お突き飛ばしてエンジンに入りに行く宮浦くんおもろ。笑喜びすぎて大塚選手のことを倒しちゃってる愛くんかわいすぎ。といった三人にフォーカスした声も上がっている。